はい。改めまして、皆さん、えー、おはようございます。まあ、レディースタイムですね。本当に久しぶりなんですけども、レディースタイムは、あの、特徴がありましてね。始まったらね、静かになります。ね、挨拶も、いまいち元気がないみたいな。でも、特徴がありまして。 始まる前は一番うるさいみたいな感じで、ビラビラベラベラ言ってましたね。久しぶりなので皆さんもう積もる話もあると思いますけれども、また話はですね、あと十分してください。ということで、久しぶりにご一緒に聖書の中からこの場所で考えていきたいと思います。 はい。私はですね、マルコの福音書を順番に見てるんですけども、まあ、このコロナになりましてね、まあ、聖書を、あの、まあ、くば、配れないと言いますかね。えー、別に皆さんは触った聖書がどうかなるとかいう意味じゃないですよ。えー、ただやっぱりあの、ね、聖書をお返しすると、えー、ちょっと開きにくい方にね、この、開きに行ったりとかね。要はそういうのがもう、考えたら、もう、貸し出しやめましょうということで、 前にですね、このスクリーンに映すことになりました。ということで、この前で語る者たちにとってはですね、まあ仕事が増えたんじゃないですけども、もう一日の聖書の箇所をですね、もうコピペコピペして貼らないといけないので、えー、本当に大変なんですけども、えー、けれどもですね、頑張っていきたいと思います。はい、今日のテーマは、発想転換、平安の秘訣。ということで、まあ聖書の中に、 平安を得る秘訣、たくさん書いてありますけれども、まあそれはですね、いわゆるこの今、私たちがこのマスコミ等で聞く、そういうものとは、まあ一味も二味も違う。そして発想の転換というものも非常に必要なんですよ。ということで、このマルコの福音書の12章の後半から考えていきたいと思います。 はい。それではですね、えー、今日も三つのポイントで考えていきたいと思いますが、一、えー、つ目は、えー、神を知り、神と関わるということです。まあもうね、神という言葉が出た段階で、えー、ねうん、ある人はもう宗教臭いなと思うかもしれませんけども、これはね、聖書を考える上でもうね、えー、避けられません。 私たちを作られた生ける誠の神様。身には見えないけれども、私たちの命を、私たちのすべてを、握り、また同時に愛していらっしゃる方。この方のことを知り、この方と関わっていくということが、平安を得る秘訣の、まあ一つ目なんですね。はい。えー、この方、まあ多分皆さん、ご存知だと思いますけれども、立花、 たかしさんがですね、先日、まあ、先日というか、実はあの、4月の30日の日にもう亡くなっていたということが先日発表されましたね。えー、まあ、あの、まあ、私たち、私たちと一緒にされたら嫌かもしれませんけども、まあ、大体のこの平均年齢の人からあの見ればですね、あの、まあ、田中角栄のね、この金脈を と、この暴いたということで、非常にあの、注目を浴びましたジャーナリストですね。もうあらゆるジャンルにわたって活躍した人ですけども、まあ、あるね、この、立花隆さんの略歴を紹介する、この文章にですね、あの、へーっていうのがありましたよ。まあ、多分見慣れた方もいるかもしれませんが、え、立花隆ね、えー、両親がクリスチャンのもとに生まれるって、って最初書いてるんですよ。 で、あの、本人がクリスチャンの場合はね、まあもちろんこういう書,書いてる場合も多いでしょう。また、前も言ったかもしれませんけども、大体あの、この人はクリスチャンでしたとかクリスチャンですという場合は、大体いいね、枕言葉がありましてね、経験なってつくんですよ。経験なクリスチャンって。なんでわかんねんみたいな感じですけども、あのー、はい、クリスチャンは経験、いつも経験みたいな。 あの、そういう感じ。まあ、神様、親もね。で、えー、そういうふうに、この、本人じゃなくて、両親がクリスチャンだということを、あえてね、この人の略歴に書くというのは、これ、ちょっと確かに、まあ、かなりでも言ってたんですよ。珍しいな、ということなんですけどそうなんです。この両親は、あの、クリスチャンなんですね。まあ、それもね、かなりね、うん、カチカチというか、しっかりというか、どちらか言えば、 これを言うと私たちはカチカチになっちゃうな。あの、どちらかというと私たちのような、このね、聖書を神の言葉っていうふうに、この信じる、えー、このクリスチャンの集まりでね、まあ、無教会派という、えー、まあ、日本でも有名な、まあ、有名なのは、あの、内村鑑三ってね、きっかけたことあるかもしれませんが、まあ、そういう方たちの、えー、関わりが深かった両親。ですから、この立村さんも、 えー、若い時はね、もう聖書のことをですね、ものすごく親と、こう、まあ、激論したというか、で、途中は40、まあ、本人が言ってるんですけどね、40ぐらいから、40代後半ぐらいかな、この聖書に対してね、非常に、ま、関心を失ったというか、ある意味で、こう、疑いをね、持ち始めたというか、ただし、あの、この方はね、あの、まあ、 そこんじょそこらのクリスチャーよりも、はるかに聖書のことや、また実際にこのイスラエルに住んでたこともありました。そして、えー、仲間に勧められてね、イスラエルにしばらく、その、まあ、キブという集団農場みたいなのがあるんですけど、そこでも、この住んでましたし、まあ、いわゆるあの、この遺跡みたいなところをね、ものすごく、こう、巡り歩いてる人なんですよ。で、彼がそれをしてるときに、 この、ちょっとね、疑問を感じたというのは、実はね、自分が聞いてた、この、いわゆる聖書、クリスチャンというのはね、どちらか言えば、まあ、ヨーロッパ経由の、その、そういうイメージがすごくあったようだと。で、ですから、ヨーロッパにいた時は、すごく、ほ居心地がいいそうですね。この自分が今まで聞いてた、親からこう、聞かされてきたこと。ですから、いわゆる日本でね、 あの、まあ、お、お宮に行ったりとか、神社に行ったりとか、そういうことね、あの、本人はもう小さい時からしなかったそうです。そう教えられてきたから。で、そういうことは、まあ、まあ、あほらしいな、みたいな思ってた人だそうですね。で、ところが、そのイスラエルに行きますとね、この今まで自分が聞いてたのとイメージ違うなと。すっごくね、東洋的なんですよ。で、えぇ、ー、極めつけはね、ちょっと仏教的なんですよ。 でそういうことを聞いて、そしてヨーロッパに行ってね、もう一度このカトリックとかの儀式とかよく見るとね、なんかあの日本であの火事祈祷って分かりますか、あのごまを、ごまって昔、私、ほんまにご,ごま炊いてるのかなと思いましたけど、<laughs> あのごまで、ね、木の札みたいなのを木にくべてね、そしてこう祈る。であれ、元々ね、全然あの仏教と関係なかったんですよ。だって仏教に、 この病気の人のために祈ってあげるとか、王様のた、その統治者のために祈ってあげるとか、そういう発想なかったんですね。まあでも、まあ今の、まあ、いわゆる密教と言われるやつですね。そういうものはよくやるんですよ。ほんで、それを同じようなことやってるじゃないかと。ということで、自分はそういうことは愚かだって親から言われたけども、いや、キリスト教でもやってるじゃん、みたいな感じで、ちょっとつまずいたんですね。 でまあ、でもそれは、ね、2008年ぐらいのインタビューで答えたので、えー、そのぐらいに彼はあの膀胱がんになって手術を受けてその後もう本当にこの治療を受けながら、えー、まだねそれから十何年いから生きておられましたからねその間どのようにこう思考がね変遷したかそれよくわかりません。まあ、けれども まあ、一時期彼は、こういう興味、聖書に対する興味、関心を失ってね、神様に対しても非常に関心を失ってるんですね。ある程度こう言ってます。ね、宗教なんて本当にバカらしいと。でね、宗教ってもうよくこう、つかみどころがない、よくわからないものだと。でも私はね、それに比べたらはるかにこの宇宙のことにすごく関心がある。で、宇宙のこと関心あるけど、この宇宙を人類が、 このどんどんね、解明していったけども、でも、わかってる部分っていうのは全体のね、4%しかないって宇宙。それも、望遠鏡で調べれる、この宇宙っていうのはね、その中の半分。だから100、100%の宇宙の中で2%しかね、要は実感としてこの観測できない。それがね、もう広大無限の宇宙だと。で、この宇宙に比べたらね、 宗教なんて本当ちっぽけだっていうふうに彼は言ったり考えたりしてるんですね。えけども、まあ、あの、はい、彼を別にけなすわけじゃありませんけどね。聖書が言ってる神というのは、今今日、えー、先ほどね、神を知り、神と関わるとありましたが、この神というのは、この宇宙を作った方だというんですね。私たちがまだ解明できない、 恐るべきこの宇宙をですね、この言葉で作る方、これが聖書が言っている創造主神ですね。で今はこの神を知る、神と関わるっていうのは、そういう神様だということをちょっとね、念頭に置いて考えていきたいと思うんですね。今から2000年前、イエス・キリストは、 この、このように語られたんです。次に、このマルコの訓章の12章から見たいと思いますね。十二章。まあ、あの、聖書を持って開こうという方は、えー、この箇所もありますので、マルコの訓章の12章の28節からなんですけども、ちょっとお読みしたいと思います。立法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに尋ねた。 すべての中で、どれが第一の戒めですかイエスは答えられた。第一の戒めはこれです。奇形、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。はい、これがね、 まあ第一の戒めと言いましたけども、まあ、今日は平安の得る秘訣ということで、このね、神様のことに関して、ここで、イエスが取り上げられてますね。この創造主に対して私たちはどうあるべきか。で、こうあったら素晴らしい。こうあることで、私たちはこの地上を平安をもって、喜びをもって、勝利の人生を歩むことができるよというふうに、 アドバイスしてくれたんですよね。で、皆さんどうですかえー、このいうことはですね、まあ、神様を信じなさいとかいうことは聞くことがあるかもしれませんけども、ここで、えー、心を尽くして、命を尽くして、知性を尽くしてね、力を尽くしてって、もう、とにかく、もう、皆さん自分のね、この全身全霊をもって、神様のことを愛していくようにと。要はね、 神様との関係を良いものにするようにっていうふうにイエスは語られたわけです。で、これは聖書全体のメッセージでもあります。ここで、どれが第一の今しめですかと書いてありますが、あの、まあ、簡単に言えばね、大事なことは何ですかということです。大事なことはまず神様に対してなんです。で、まあ、普通と違うというのはね、 全部、自分のことですね、まあ。自分がどう考えたらいいか、自分がどう祈ったらいいか、思ったらいいか、考えたらいいか、ということはいくらでも言われますけど、まずね、考えるべきことは、神のことを考えるんだ。その神は、今さっき言いました、この天地を作られた、あなたを作られた神様のことを考えていくというのはね、ちょ目にも見えなくて、もう感じもしないのにね、 その神様のことを考えるって何やねんと。っていうのがね、やっぱり一般的に言われてることと違うんですよ。でも聖書はずっと言ってるんです。神様のことを思いなさいということを、まあ、言ってるわけですね。ということで、神様のことを皆さんは、えー、どれだけ、えーね、心を思い巡らしてるでしょうか。さて、えー、っとですね。生ゴミ出るでしょう。 ね、生ゴミ好きな人誰もいないですよ生ゴミね。生ゴミをですね、ゴ、え、ミ、ー、箱にね、してますね。早くしないと匂い出ますよねで。それをですね、コンポストって言ってその、いわゆるね、あの、えー、なんか発酵する、発酵するような菌が入ったものに入れるんですよ。で、入れたらね、あのその菌が分解して、いわゆるあの堆肥になる。肥料になるで。そういうのを、 まあ、欧米とかでも普通にやってますよね。日本でもかなり普及し始めましたけどね。あの、匂いはどんどんなくなっていくんですよ。どんどん分解していくので。で、自分はね、それがいいって彼は言ったんですね。あの、要は、あの、仮装にしても何でもいいけど、とにかく、ね、肥料にしてほしいみたいな。で、それはなんか、あの、えー、法律でできないので。で、今、あの、散骨って言ってね、海に撒く。 灰を撒くというのんですねでこれはあの彼は水が苦手で泳がれへんからど,どうやれあの苦しいからやめてと。まあ、それが彼冗談で彼一流の冗談ですね。で結局樹木草といって、えー、この,いあの遺灰をですね、まあ、木に撒くというねで、まあ、その撒いたところに木を植えたりとか、まあ、そういうのはよく、ね、ありますね最近は出てきたやつ。でまあそういうふうにしたんですがこの地上の彼の歩みというのはまあすっごくね もう賞をいくつも取って、そしてもう、いわゆる、もう、花々しい生涯といいますか、すごい功績を残した、彼の、その、文章を読んでね、このジャーナリズム、ジャーナリストになろうと思った人もたくさんいると思います。また、クリスチャーの中ではね、宇宙からの帰還といってですね、もうあの、今から30年ぐらい前に信仰を持った方はですね、誰もが読んだというですね、この立花隆さんが、 宇宙に行った飛行士たちをですね、直接にインタビューしてで、どんな経験をしたかということをね、まあ、あの、ルポしてるんですよ。でその中にね、たくさん神様を感じたで。彼が言う神様ですから、この創造主なる聖書の神なんですね。その神様を感じたとかいう人のことがね、たくさん出てくるんです。でね、もうそれ以降飛行士辞めて、あの、宣教師になった、あの、えー、牧師になった人とかね、 そういうのがたくさん出てくるので、まあ、クリスチャンたちもね、もう彼のその文章を読んで初めてそれを知った人もたくさんいるぐらい。まあ、そういうこともあってね、えー、いろんなジャンルの人に大きな影響を与えて、えー、すごい功績を、お,おき、残しましたよね。でも皆さん、このね、世界で、まあ、ある意味で成功した人、 なんですけども、この世界がここで終わるんだったら、まあそれはね、もう本当に成功で、完璧で終わるかもしれません。でももし皆さん、この私たちの魂ですよ。肉体はこの世界で灰になりますけども。私たちの魂はこの世界で終わりでないんだとしたら、彼は、この地上では栄光を受けたかもしれませんけども、次の世界はどうですかどうでしょうね まあ誰もわかりません。はい。さあ、聖書はね、この世界が全てではないって言うんですね。いや、この世界は一時的で、実はこの永遠の、この地上とまたね、別の次元の神様の世界があるんだよって言うんです。そして、 神様がこの世界で私たちがこの本当にある意味で苦しんだり、悲しんだり、そういうことをこの世界で慰められる、神の世界で慰められることがあるよ。ね。その世界にぜひとも来てほしいって神が願ってらっしゃる。というんですよ。これは聖書は変わっていることです。そして、それについてですね、このイエス様も語られたんですけどね、この 十二章の箇所に、まあ、こういう言葉がね、この続きでね、ええー、まあ、ちょっと飛ばすんですけども、この続きにこんなことが出ているので、えー、ご一緒に考えていきたいと思いますね。これはイエス・キリストのこの次の言葉なんですけども、三十五節から。マルコの福音書の十二章の三十五節、イエスは宮で教えていた時こう言われた。どうして立法学者たちは、キリストをダビデの子だと言うのですか 立法学者たち、この当時の聖書をよく学んでた人たち。まあ彼らは聖書を信じてたと思ってました。あの自分で言ってました。でも彼らはね、キリストをダビデの子と言ってたんです、ね。ダビデの子って言ったら、ダビデ王様の子供。まあ直接言えばそういう意味ですけどね。キリストってのは救い主の子です。救い主をダビデの子というふうに彼らは呼んでいました。 私たち読んでませんから、初めて聞くことが聞かれるかもしれません。まあいいです。36節。でもね、ダビデ自身が精霊によってこう言ってますよ、と。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。っていうふうにね、旧約聖書を引用して、 えー、でも、こんな風に書かれてるじゃないですか。と言ったんですよ。で、37節。ダビデ自身がキリストを主と呼んでるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう。って言われてね、これ全然意味最初わからないと思いません。私これ見た時にね、最初見た時にこれ何言ってるのかな、ね、でも本当にさっぱりわからなかったことを覚えてるんですけど、えー、大勢の群衆がイエスの言われることを聞いて喜んで聞いていたって書いてますね。 皆さん喜んでますか全然喜んでないで。意味、ちょっとわからんなみたいな。はい、これをですね、あの、図に表しました。図に表しました。いいですかもう一遍だけ読みます。ですか立法学者たちは、キリストをダビデの子と呼んでいました。ね。まあ、それはね、これで言ったら、あの、下の矢印の方です。あ、これね、ダビデって、これあの、ダビデ像で有名なね、ルーブルにあるあの、ミケランジェロが作った、 あの、彫刻、ね、えー、巨大な像。このダビデまあ、ダビデ王様を彫刻にしてるんですけど、このダビデのことをですね、えー、立法学者たちは、えー、キリストのことをダビデの子って呼んでますよね。っていうふうに言ってるんです。キリストというのは救い主のことです。ですね。でもですよ。でも、旧約聖書の中にね、こう書いてるじゃないですか。 どういうことかというと、その、神様がね、神様が、こんな風に聖書を通して言われてますよ。主は私の主に言われた。主というのは神様です。神様は私の主に言われた。私の主というのは、これ私でて、こう、ダビデが書いてるので、ダビデが書いてるので、これね、ダビデが、ダビデがですね、この私の主に言われた、って上の矢印。 書いてるね。私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの土台とするまで。と書いてあって、えー、この図をね、この文章で説明しますと、ダビデ自身はね、この救い主のこと、ね、キリストのことを主と呼んでます。まあ、あがめてます。と言うんですよ。崇めてる。ダビデはね、あがめてます。でも、 あなた方は今どう言ってるかって言ったら、救い主っていうのはね、ダビデの子って言ってるじゃないですか。ダビデの行為だ、ダビデの子孫という意味です。ね。ダビデの子孫ということは、あの、誰だってですね、先祖の方が先に生まれたわけで、先に生きてたわけですね。で、後から来てくる人だから、このダビデよりも、ま、ある意味で、終わりの、あの、後の時代とか、その、 ま、劣ってるというかね、子孫だから、このな、なんでこの、ダビデの子孫って言ってるのに、ダビデ自身はキリストのことをね、主と崇めてる。私の主ですって言ってるんですかども、真逆じゃないですかっていうふうに、イエス様が問いかけたんですよ。ね、問いかけたんです。で、えー、これはですね、えー、まあ、今はこう簡単に説明しておきます。このダビデの子というのはね、 これは単なる子孫という意味ではなくて、この、えー、ダビデのような、ダビデのような働きをするとか、ダビデは王様でしたね。ですから救い主というのは、えー、王様なんです。今は私たち、まあ、例えばクリスチャンからね、えー、王様、イエス様っていうのはあんまり聞かないので、えー、ピント来ないかもしれませんけども、イエスという方は、まあ、 直接的には、後に王様として、この世界を、この、治めるというふうに書いてるんですね。救い主はね。で、ダビデの子、ダビデの子孫として来られる救い主は、王の王ですよ。偉大な方なんですよ。でも、ダビデの子孫として来るけれども、これは、この、一時期、この神が人となってこの地上に現れるのであって、 元々はこの方は永遠に存在される神なんです。ということなんです。で、この神なる偉大なる方、キリスト。これをですね、ダビデは主のように崇めてましたよ。ということなんですね。ですから、ダビデが崇めていた救い主というのは、これは神そのもの。そして自分の、まあ将来ね、この未来にやってくる人となった神。 を表現してるんです。そして、立法学者たちが、この救い主はダビデの子ですよ、とね、言ってたのは、読んでたのは、これは、ダビデの子孫として、王のような方が来られるっていう意味で、呼び方なんですね。ね。よくわからんという人はね、まあいいですもんね。<laughs> えー、何が言いたいかと言いますと、聖書は、はるか昔から、ね。 この人間を救うために救い主を送るんだということを何度も語ってこられたということです。この時代からすればダビデというのは千年前の人ですよ。千年前の人からも、うその遥か前から神様は救い主を送るんだ。そしてね、この立法学者たちも救い主を待ってたわけです。で、待っててイエス様のことを目の前にしたんですけども、 ちょっと彼らが持ってたイメージと違ったので、最終的にはね、妬みました。最終的には憎みました。そして、このダビデのこと、ね、多くの人が考えたキリストを十字架につけて殺してしまったんです。でも、神様はずっと以前からこの人間に対して、これはユダヤ人だけでありません。皆さんに対しても、私たちに対しても、 神様はこの世界だけでなく、この世界の祝福だけでなく、来るべき世界においても永遠の祝福を与えたいというふうに、神様はずっと願っていらっしゃった。そしてその準備をされてきた。ということをですね、えー、ぜひ覚えていただきたいと思うんですね。はい、これがね、神様を知り、神様と関わる。神様そういうことを今考えてこられた。 そして皆さんに今提供されてるということを覚えてください。はい。二つ目。二つ目のポイントは、人を知り、人と関わるということです。聖書はね、一人ぼっちで生きていくことをこれ推奨はしません。人と関わること。人によって私たちは励まされたり、支えられたりしますね。はい。見言葉としては、えー、この見言葉、マルコの奥音書の十二章の ちょっとね、先ほどのよりも戻るんですけども、31節に、第2の今しめはこうです。で、イエスさんはこれ、第1、第2。で、他の箇所ではね、大事なのはこの2つだと言ったんです。で、ここでは第2の今しめというふうに言ってますね。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。はい、これがね、2番目のポイントです。人を知り、人と関わること。 この世界で、喜びを得るために、平安を得るために、必要なのはね、あの、隣人とどう関わるかということなんですね。私たちの周りの人たちとどう関わるかということです。ご主人であったり、えー、親族であったり、両親であったり、子供であったり、両親であったり、まあまた、コミュニティの近くの人。 その周りの人たちとの関わりによって、私たちは多くの祝福や喜びを得ますよ。と言うんですね。はい。えー、もう一人の人をちょっとね、あの、紹介してあげてます。あのー、はい、えー。これはね、芝良太郎という人ですね。まあ、立花隆さん知らへん人やったら、もっと知らんかな。 あの、25年ぐらい前に亡くなりましたからね、大阪の人ですね。えー、まあ、歴史小説家ですけども、もう彼も、凄まじい、この影響、この、日本に与えましたね。はい。あの、柴良太郎さんはですね、えー、あそこの東大阪に記念館があってですね、まあ、ここ前でも、ここで語られたことありますけども、もう、とにかくね、読書家、あのー、4万冊ぐらい、ね。 本がこう積み上がってるそうですよ。でも今さっきの立花隆さんね、10万冊やで。で、テレビで、あの、一度、あの、レポートされてましたけど、なんか鉄筋何階建てかのね、建物、立花さんの家ね、上から下まで全部本で、一冊の本を書くのにね、だいたい50、五0冊ぐらい読むんですね。500冊って俺、死ぬまで500冊読むんかなっていう感じですけども、500冊ぐらい読んで、 一冊の本を仕上げる。一つの記事に十冊やったかなまあ、とにかくね、あの、まあ、彼なんか、まあ、この柴良太郎さんかもね、言われてます。まあ、柴良太郎さんは歴史に特化してますけど、立村さんもあらゆるジャンルですからね、知の巨人というふうに言われてますね。はい。この柴良太郎さんがですね、えー、いろいろな歴史小説書いてるんですけども、初めて小学生向けに書いた文章というのが、 あるんですで。これはね、教科書のために、えー、この、書かれた、書き下ろされた文章なんですけども、私も覚えてますよ。大阪書籍という、この、教科書ね、6年の教科書に、6年生の教科書に、彼の文章が載ってるんです、えー。彼ね、歴史小説書くより難しかったって言ってますね。<laughs> あの、そんなに長くないんですけども、まあ、これ小学生向けですからね。 あの、全体の半分しかやりません。半分長いかなと、これやると寝るかなと、思ったんですけどね。まあ、こ小学生向けやから。お願いします。ね。お小学生向けね。はい。えー、柴良太郎さんの小学生への向けたメッセージ。二、え、十、ー、21世紀に生きる君たち。ねで。皆さんも21世紀生きてます。で、彼は20世紀に亡くなりました。だから2一世紀まで生きれなかったんです。ね。 そのことをちょっとイメージして読んでください。はい。ちょっと読みますね。私は歴史小説を書いてきた。もともと歴史が好きなのである。両親を愛するようにして歴史を愛している。歴史とは何でしょうと聞かれるとき、それは大きな世界です。かつて存在した何億という人生がそこに詰め込まれている世界なのです。と答えることにしている。 私には幸い、この世にたくさんの素晴らしい友人がいる。歴史の中にもいる。そこにはこの世では求めがたいほどに素晴らしい人たちがいて、私の日常を励ましたり、慰めたりしてくれているのである。書いてますね。ですからね、彼はね、友人に恵まれました。ね。そりゃ才能あったら恵まれるやろうとね。えー 類はね、とも呼びますよ。やっぱ同じようなね。もう、人格的にも、知性的にも立派な人が集まりますよ。こういう人にはね。で、彼は、その素晴らしい友人。この生きている時もそうでしたけども、彼は歴史の中にも、この本を通してね、書籍を通して、ものすごくこの友人って、彼が勝手に考えてる友人がたくさんいたというわけです。 続き。だから私は少なくとも2000年以上の時間の中を生きているようなものだと思っている。この楽しさは、もし君たちさえそう望むなら、お裾分けしたいほどである。ね。2000年というのはね、まあ2000年前ぐらいから、この文書として残っている本が出てきたということですね。次、ただ寂しく思うことがある。 私が持っていなくて君たちだけが持っている大きなものがある。未来というものである。私の人生はすでに持ち時間が少ない。例えば21世紀というものを見ることができないに違いない。君たちは違う。21世紀をたっぷり見ることができるばかりか、その輝かしい担い,い手でもある。もし未来という街角で私が君たちを呼び止めることができたらどんなにいいだろう 田中君ちょっと伺いますが、あなたが今歩いている21世紀とはどんな世の中でしょうそのように質問して君たちに教えてもらいたいのだが、ただ残念にもその未来という街角には私はもういない。だから君たちと話ができるのは今のうちだということである。いや、なかなかいい文章ですね。あの、教えててね、私ね、教えてねえー、文章やなと。 で、こっち感動して教えてるんですけどね、子供らボーっとした感じでね、この下の6年下ですからね、もうそろそろ卒業も近づいてですね、もう本当にお祭りモードといいますかね、どうでもいいモードに入ってね、早く終わらなあかんみたいなね、途中で終わったらあかんみたいな感じで進んでるところでね、いまいち反応が悪いなあと、鈍いなあと。あの、子供の方にでもやっぱりね、よりすぐりのものを選んでますからね、教科書。いい文章たくさんあるんですけども、なかなかそうはいかない。 で、えーまあ、この後ですね、えーまあ、彼はね、こんな風に言ってるんですね。えー、最も最も私には21世紀のことなどとても予測できない。ただ私に言えることがある。それは歴史から学んだ人間の生き方の基本的なことどもである。ということで、ここからね、彼は、この、こんなことを学んでほしい、知ってほしいっていうことを書いてるんですよ。 で、これはですね、まあ、彼の、この、まあ、わかりやすい文章の中にね、彼の、ま、哲学というか、その、そういうものは本当に凝縮されてますね。で、えー、今考えている、この聖書のメッセージをですね、の、部分的にね、彷彿させます。また、あと言います。ちょっと読んでみます。ただ、私に言えることがある。あ、これね。えー、それは歴史から学んだ人間の生き方の基本的な行動もであるね。 昔も今もまた未来においても変わらないことがある。そこに空気と水、それに土などという自然があって、人間や他の動物、さらには微生物に至るまでがそこに、それに依存しつつ生きているということである。自然こそ普遍の価値なのである。なぜならば人間は空気を吸うことが ことなく生きることができないし、水分を取ることがなければ乾いて死んでしまう。ということで、ここでね、自然こそ普遍の価値だ。彼はね、この自然のその偉大さというか、自然に対する恐れ、異形というものについて知るべきだというふうに、ね、すごく強調してます。次にも言ってますよ。さて、自然という普遍のものを基準において人間のことを考えてみたい。人間は、 繰り返すようだが自然によって生かされてきた。古代でも中世でも自然こそ神々であるとした、ね。このことは少しも誤っていないのである。歴史の中の人々は自然を恐れ、その力を崇め、自分たちの上にあるものとして身を慎んできた。この態度は近代や現代に入って少し揺らいだ。人間こそ一番偉い存在だという思い上がった考えが 頭をもたげた。と書いてあって、彼がね、歴史をずっと振り返っていますと、昔の人たちは、この多くの人たちは、自然を神々として崇めていた。そうなんです。日本は特にそうですね。で、ヨーロッパとかどうかと言いますとね、確かにそれもありました。でも、その途中に聖書がガッと入ってきました。聖書は、自然が神ではなくて、自然を作った方。 自然よりももっと上の方。ただね、ちょっと、あの、間違っちゃったというかね、自然よりも上が神。ということはね、自然をですね、任された人間というのはね、もう自然を好きに使っていいんだみたいに、えー、ちょっとそういう感じはありますよね。あの、日本人が言うこの自然と一体だとかね、この、自然を守るべきだとか、自然を支配するんじゃなくて、 そういう感覚ってのはちょっとやっぱり、この、歪んで伝わってしまったヨーロッパとしては多いんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういう歴史を振り返って、まあ近代、現代はね、この自然に対する恐れというのを見失ってるんじゃないかなと、そうじゃあかんよということを途中でここで書いているわけですね。20世紀という現代はある意味で自然への恐れが薄くなった時代と言える。と言っていい。 ということですね。で、まあ、時間の関係で、えー、もうちょっと読みませんけどね。で、彼は、この後、じゃああなたたちはどうかっていうときに、自然を恐れる、この自然の素晴らしさにもう一度ね、目を留めてほしいということと、あとね、自分を高めなさいいうことかなんですよ。人には厳しく、自分には反対、問題。 人には優しく、自分には厳しく。ね、自分に厳しく、相手に優しくするという、そういわゆる道徳的なことをね、その後半でザーッと書いて、彼はこの未来の担う若者たちにメッセージを送ってるんですね。で、聖書はですね、えー、まあ私もね、柴さんを、あの、気なすわけじゃありませんけれども、そのね、 一回りも二回りも上を行きます。自然は確かに素晴らしいです。なぜでしょうか神が作っているからです。でも自然というのはね、人間によってすごくめちゃくちゃにされました。だから今私たちが素晴らしいっていう自然は、最初に比べればはるかに衰えました。見素晴らしくなりました。もともとはもっと素晴らしいですよ。この自然を作られた神は、自然よりもはるかに いわゆる自然界よりも、はるかに私たちのことを心に留めてらっしゃるということです。そして、この自然見たらね、なんかもう母なる大地みたいな感じで、何千年も何万年も変わらないみたいに、そういう感覚ありますね。人間の短い、儚い人生から比べれば。でも、この自然界の揺るぎない、この長さにね、はるかに勝る永遠の世界というのを人間に、 与えたいと願っていらっしゃるんです。それが神様です。そしてこの神様がそのために救い主を送ってくださった。それが聖書が語る永遠の平安を得る秘訣なんです。さあ、立法学者は言いました。ね。イエス様のその素晴らしい答えに対してね。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主は今いない。とあなたが言われたことはまさにその通りです。 そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くし、章を愛すること、また、隣人を自分自身のように愛することは、どんな前生の生贄や詐欺よりも、はるかに優れていますって言ってね、イエス様の言ったことをもう一遍振り返って、この、質問した人にはね、すっごく感動してるんですよ。イエス様はそれに対して、えー、褒められました。ね。まあ、ただね、 まあ、この箇所には書いてないんですけども、ちょっとこの人には問題がありました。なぜかというと、言葉としてはね、認めてるんですけど、じゃあ具体的にどうかというとね、あの、いわゆるね、神様を知ってます。でも、この神様と共にというのがね、ちょっとずれちゃったんですね。まあ、それもちょっと今は、 言えないんですけどね。まあ、いわゆるね、人間の愚かさというか、罪ということについて、実はその後、イエス様がこういうふうに言ってるんですね。え、これはですね、えー、今さっき質問したの立法学者って言いましたね。また立法学者が、あの、ダビドのこと読んでるみたいに言ってましたね。その当時、立法学者ってものすごく尊敬されてました。でもね、彼らの心の奥底にある、 彼らの根本にある問題点についてイエス様は指摘しました。また非常に心を痛めてました。で、これはね、私たちにも実は共通することなんです。それが38節に書いてます。イエス様の言葉です。イエスはその教えの中でこう言われた。立法学者たちに気をつけなさい。ね。彼らはね、言ってることは素晴らしかったです。でもその心の奥底というのにはですね、 いわゆるね、おごりとか、高ぶりとか、誇りとか。先ほど柴良太郎さんが自然に対しておごってるな、と。ね。自然に対して傲慢だな。その同じような思いが人に対してもないかな。 ここでは、こんな風に言ってます。立法をかけたたちが願ってるのはね、長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で上席に、宴会で上座に座,に座ることです。いわゆる、この世界で、ちやほやされたり、褒められたり、栄養を受けたり、そういうことがね、すごく彼らにとっては、まあ、ステータスというか、喜びであるというか、そういうことをされるとジーンと来ると。要は、 人間の内面についてイエス様はよくわかってましたね。ですから彼らは外見的には立派だし、先ほど褒めてました。あなた方、あなたは言うこと言うと。でも内面はどうかと。40節見るとね、ヤモメたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。って書いてます。本当に貧しい人、本当に困ってる人に対して、 あなた方どうしてるって、その、いわゆる、搾取してるじゃないかと。やもめの人たちの、おをね、敷いてあげてるじゃないか。と。そしてあなたが栄張ってるだけじゃないか。神はね、そういう人に対して、裁きますって言ったんです。より厳しい罰を受けますって書いてますね。イエス様は、この神様の前に不完全であること、神様の前に 罪の状態であること、その問題に対して神様は、イエス様はとても心を痛めてました。ですから、人間は神様を見失って、そして先ほど言いましたね、この人間を通して、あの、私たちは平安を得たり、喜び得たりすると言いましたけど、多分皆さんはね、そんなと思ってるかもしれません。で私、周りの人から、その受けるのはね、あの、いじめであったり、中傷であったりね、 あざけりであったり、冷やかしであったり、そういうなんか人から励まされることなんかほとんどないですよ、と。そうなんです。皆、神を見失って、神様から離れてしまうことによって、大なり小なり、この不完全になりました。そして、私たちはこのままでは神様によって裁かれてしまう。っていうのが、聖書が語るメッセージなんですね。だから私たちは神様の 救いを求めなさいというふうに聖書は進めます。はい。最後の、えー、ポイントは、物の見方の転換。発想転換というのが今日のテーマですけども、じゃあ、神様の見方ってどういう見方かってね、えー、まあ、イエス様は先ほど彼らの心の中をご覧になって、心痛められていましたけども、神様のね、見方が、ね、この次の箇所にすごく表されてます。 ですか物の見方、神様の物の見方というのはこんな見方です。これもイエス様の12章の後半に書かれてある言葉ですね。41節。それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しい山メが来て、レプタ同か2枚を投げ入れた。 それは、一コドラントに当たる。と書いてあって、神殿にはね、献金箱が置いてあったんです。その献金箱にね、多くの人たちが、この、まあ、入れてたんですよ。お金入れ,入れてたんですね。で、入れてたんで、そこをずっと見ながらね、そして、イエス様は周りの人に言ったんですよ。ほらほらとね。たくさんの人が今、献金箱にね、お金入れてるね、と。でも、え誰が一番、たくさん、 捧げたと思う。と言ったときね。多くの金持ちと貧しいやもめ。で、レプターどうか2枚いたらこれ、も最小単位なのでね。ある意味で本当にささい額なんですよ。で、その後、イエス様がこう言ったんです。イエスは弟子たちを呼んで言われた。 誠にあなた方に言います。この貧しいやもめは、献金箱に投げ入れられ、入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。皆はありあまる中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのって書いてあるね。で、主はね、これ、あの、あ見えてるんですよ。 ちょ見えてやばいなって思う方いるかどうかわかりませんけどね。実は神様はね、私たちの全てをご存知だというんです。で、例えばここね、献金箱お金入れた。ね、もうまあ見るからに多分ね、服違うと思いますよ。で、この、たくさんのお金、多くのお金持ちが、まあ、あの、多くのお金入れるときは、一回ですまへんから、一回、二回、三回見て入れたかもしれん。袋から出してね、ガバッとか入り口入らへんみたいな、かもしれん。一方、山見はね、 たった2レプタやからね、一瞬でピッと終わったかもしれない。でも明らかに違いがね、私たちの評価はたくさん入れた人みたいな。でも、神の評価は違うんです。一番たくさん入れたのはこの貧しいやもめだと。で、これが神様の見方なんです。で、神様お金欲しいんじゃないですよ。神様ね、 私たちからお金をもらわなくても、いくらでも自活できるがです。神様は人間からお金を絞り出す方じゃないです。いや、人間が勝手に神様をたくさんあげた方が喜ばれるんじゃないかとか、えー、意を下げた方が喜ばれるんじゃないかみたいな感じで、もっと多くの犠牲、もっと多くの犠牲っていうふうに自分で追い込んでいくんですけどね、神様は願ってるんじゃないんです。神様はその人の心みたいです。 そして、誰が一番捧げたかって時には、誰も想像できなかった、この貧しいモメが一番捧げたんだと。で、これがね、神様が、例えば、私たち、まあ、あの、献金箱にお金入れたら、どっちかでい,いいことと思,思いますよね。善行でしょう。ね。神様は人間がやる良い行いについてどう見てるかというと、こんな見方しています。旗から見たらね、すごい立派な人ってもう、表彰されて、 だから拝まれるようにした人でもね、もしかしたら神様の前ではね、あんまり評価ないかもしれない。で、もう誰も目も目向きもされない、もうね、お前もっと捧げたんかみたいに言われてる人がもしかしたら、お前が一番捧げたって言われるかもしれない。これね、神様の善行に対する見方。一方ですね、 じゃあ神様の悪に対する見方っていうのもちょっと似てるんですよ。私たちはね、この目で見てこいつ悪いなっていう人がね、もうこれもめちゃくちゃ悪い罰を受けなあかやろって思いますよね。まあそういう人もいます。でももしかしたらね、神様の目から見たら、ええー、っていう人がね、罪と定められてるかもしれない。またええー、っていうほど厳しい裁きを受けてるかもしれない。 先ほど言われました。厳しい裁きを受ける。まさかあの立法学者が厳しい裁きを受けるなんていうのは、当時のユダヤ人たちから見てもちょっとびっくりしたと思います。でも、主は言われたんです。神様の見方はこうなんですよ。ですから、このね、発想の転換というのは、神様の前に良いことをするって一言に言っても、じゃあ神様に良いことってどんなことなのか。 私たちの感覚と大きく違います。神様の前に私たちは罪を犯した。ね、私そんな悪いことしてないじゃないかと。罪罪言うなよと。罪がようわからんという人もいますけども、それはそうでしょう。自分の感覚で罪というね、ことはね、ある意味ですごくこう、曖昧な部分があるかもしれない。神様から見てどこが不完全だ。そのままでは神の国に行けない。神の国に喜んで入れない。 というふうに神様が願ってらっしゃるかというのはね、これね、聖書の見方を取り入れないとなかなかわからないんです。そして聖書は言うんですね。そう、神様の見方は、これね、私の見方と違う。でも、これ見方がわかるまでですね、どうしようもできへんかと、そんなことありません。神様の前で、そう、私は確かに完全じゃないな。神様の前で私は救いが必要だな、と思ったらね、 もう思った段階で、神様の前に出たらいいんです。最後に、もう一人。はい、えー、辛抱二郎と読むのかなえー、アナウンサー。これ写真も、ひげ、あの、ボーボーですけれどね。えー、この人は、あの、太平洋をね、ヨットで横断して、で、この間、17日に、えー、何ヶ月ぶり二ヶ三ヶ月かな着きましたって言ってね。 またヨットで帰りますって。またヨットで帰るんですって。あの、昨日やったかなおととかなまたヨットで出港しました。アメリカからね。今書いてますよ。で、この人はあの、多分皆様ご存知のですけど、7年か8年か前にね、一旦これやろうとして、失敗してるんです。あの、出たのはあの、丹ノアのヨットハーバーから出たら言ってましたからね。もう我らがよくキャンプで行くと、あそこからその、 前回ね、アメリカ目指して行ったんですけど、二人で行ったんですけど、途中でね、ゴーンってこう、う思いっきり衝撃を受けましてね、太平洋のど真ん中でなんで物に当たんねえんだら、クジラだったそうです、ね。で、クジラに当たってね、このあの、ヨットがね、壊れちゃったんですよで。浸水して、で、避難ボートに乗り移って、えー、あの、ほら、あの東、東北のね、金火山沖、1200キロ。 のあたりでね、漂流し始めたんですさあ、その時に彼は、緊急要請出しました。援助要請を出したんですよ。そして、えー、このね、飛行艇に助けられたんです。この飛行艇ってね、もう、世界で軍抜く飛行艇、えー、海難救助艇って言って、海で、 この、その災害とかに、ね、遭難した人たちを助けるための、あの、陸でも泊まれるし海、海にも泊まれる、海から離れ、出るっていう、そういう飛行艇なんですけど、まあ、飛行艇わかるでしょ飛行艇。飛行艇ね、これがあったすごい能力で、この飛行艇じゃなかったら彼は無理だったと言われてるんです。他の国の飛行艇はね、能力ないので、これ、三、えー、3メートルのね、あの、波があった ところでも着陸できるって言うんですよ。で、その時もちろん嵐で2機行ったんですけどね。1、1機目は、あのー、こう救助できないとあまりにも波が強くて、引き返したんです。で、もう2番、2回目に行った飛行艇によって、これ着水してね、そしてこの避難ボートを救助されたんですよ。だからね、もうほんの命の恩人というか、もうこの飛行艇じゃないと無理だったから。で、これ全部税金や言うて。 行くのね。で、まあ、それ、彼ららしいですよね。あの、戻ってからなんか、自衛隊に500万寄付したとか言って。もう、やることなんか、スケール違うなと思うんですよ、ねで。また行くか、みたいな。で、ままた行くって、またニュースで読んでね。だ、これほんと、もう、また遭難したらどうするんかなと、思いましたけど、まあ、一回目の遭難した時にですね、あの、ほんと印象的でしたね。自分たちがこのままでは、いエル食料を持ってね、救助艇ですから、 ある程度は生き延びれますよ。でもこのままじゃ自分たちは動力もないし、もう波に揺られるままで、このままじゃダメだと言ったら、やっぱりね、助け求めるんですよ。まあ、それにお金がかかろうがね、どんだけ避難されようがね、とにかく自分たちはこのままじゃダメだと思って避難を要請して、そしてまあ、運よく彼らは助かったわけです。私たちの状態というのがね、まあ今やったらまだいけるやろうと。 ね。まあこれやったらまだ頑張れるやろ。いう段階では私たちはこの救いに目を留めないと思います。けれども聖書ははっきり言うんですね。私たちの状態というのは私たちが思っている以上に良くないと。私たちがどれほど神の前にその愚かなものとなっているか、罪の状態になっているかというのはあなたが思っているほどは良くないと。で、良くないということを私たちが少しでも気づくならば、まあ信じるか受け入れるかは あ後でね、考えるにしても、この救いについて考えること、神様について知ること、神様について聞くこと、っていうのはね、これは本当に大事だよ、というんですね。そして、この神様の救いを得ることを聖書は進められています。最後に、このマルコの福音書をね、私はずっと見る中で、マルコで愛しましょうという、うね、 えー、いつも忘れてしまうんですけども、そういう合言葉でやってるんですが、マルコで愛しましょう。この、あ、当てはめる。い、祈ります。ね。この、今日私たちが聞いた言葉、えー、まあ何とも聞いてることかもしれません。けれども、まあ、聖書は語るんですね。私たちが聞いた言葉を私たちの生活の中でぜひ当てはめていただきたいんですね。 私たちは人との関わりの中で励ましや喜びを受けてるでしょうかもし受けてないんだったらそれは相手が悪いんでしょうか自分がおかしいんでしょうかそれともそういうことはあり得ないんでしょうかいや、私たちは神様を見失うことによってせっかくですね、この隣人を愛するように愛することによって私たちが平安を喜びを得る。そういう中に入れるにもかかわらず そういう祝福を見失ってしまっている。そして多くの人はもう一人がいいって、ね、一人のがよっぽど楽だっていう、そこまでね、思う、思ってしまうというのは、これは本当に残念なことです。ある意味で、その、人間関係恵まれている人はね、その意味よくわかると思いますね。そういう人との関わり。どうでしょうか神様との関わり。その中で神様は言うんですね。 ぜひとも、この自分の状態を教えられて、そして神様の救いを求めてください。わからない人は祈ってください。ぜひ、そのことについて私たちが、この知恵が与えられるように、知識が与えられるように、ぜひ皆さん、このマルコの文章をまた考えながらですね、神様について、また救いについて考えていただきたいと思います。はい、それでは最後にお祈りしたいと思います。 いける誠の神様、また今日、マルコの福音書の中から、一時考えることができましたから、心から感謝します。本当に私たちの見方は、聖書が語る神様の見方と大きく異なりますけれども、しかし、私たちはそれでもなお、守られ、また、祈られ、そして、あなたの思いを教えられ続けています。ぜひともここにおられる全ての方が、この誠の神様について、 教えられますように、この私たちの周りの人たちとの平和を保つことができるように、そのことに向かって私たちが歩むことができるように助けてください。この一息の祝福を感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。